次がですね、こっちの方が少しちょっと真面目な話もあるということで、これはブリッドさんが騒いでたやつですね。ポリゴンっていう、まあ、イーサリアムの、彼らはセカンドレイヤー系って言ってるんですけど、僕はこれセカンドレイヤーだとは認識してないんですけど、まあ、ただそれが少し前から、価格的にも盛り上がっていて、で、なんかその上のプロジェクトでいろいろごたごたがあったみたいなんですけど、僕も把握してないので、これからブリッドさんに説明してもらいますけど、まあ、これも含めて、なんかセカンドレイヤー系のプロジェクトに最近注目が集まってるよねってことで、ちょっとそれの全体のトレンドということで、解説してもらいたいなと思ってます。ブリッドさん、これ何を騒いでたんですか？はい、まあ、また画面共有します。はい。これ、今映ってますかね？これです。はい。アイアンファイナンス。はい。これです。これどういうのかっていうと、あれです。ですね、アイロンっていうですね、ステーブルコインがあるんですけども、こいつがですね、発行するときに、その USDC と、このチタンっていう、なんかこのアイロンファイナンスの独自トークンみたいなのがあるんですけど、これの2つを混ぜて、このステーブルコインを、混ぜて担保としてステーブルコインを発行するっていう感じなんですよね。うん、で、その際に、その今のアイロンの価格が1ドルよりも下回ってたら、下回ってたら、あれだ、その必要なUSDC の担保率が多くなるわけですね。これがこの 73.9 っていうのは、どんぐらい USDC を入れてアイロンを発行できるかっていうのの数値なんですね。これだと今 73.9% を USDC にして、残り 26.1% 分タイタンチタンを混ぜて発行できるってことなんですよ。まあ、ただですね、今ですね、上にある通り、システムが完全にこう停止されてて、今は正常に動いてないです。あ、何が起きてるのかよく分かんないんですけど、まあ、正常に動いてるときはそうだったっていう感じなんですよ。ん？ちょっと待ってください、ね。コインのやつのチャート、やばくないですか？めっちゃ下がってるじゃないですか。何ですか？ステーブルコインのアイロンってやつ、めっちゃちゃんと下がってるじゃないですか。そうです。だからペグが外れちゃってるんですよね、これ今。ステーブルコインじゃなくなっちゃったっていう、海外伝統のやつですね。そうです。あ、よくあるやつですね。そうです。ちょっと待って、アイアンはステーブルコインで、それの担保にタイタンってやつを使ってるんですか？チタンと、あと USDC を混ぜて、それを担保にして、アイアンを出す。で、USDC を入れる率は、なんか市場の様子によって変わるみたいな。そうです。今のアイアンの価格が1ドルよりも上回ってるか下回ってるかで変わってる。ああ、そういうことですね。うん、じゃあ、下回ったら USDC もたくさん入れようみたいな。そうです。で、上回ったら逆にもっとチタンを入れれるよっていう。まあ、そうですね。不純物をどんどん混ぜてって価格下げていこうみたいな。そうです。ことですよね、簡単に言うと。面白いっちゃ面白いですね。はい。面白いですよね、これ。いや、本当面白いんですよ。なんかその、粗悪品のなんか、ジャンクボンド生成みたいな感じで面白いさを感じますけど。それどうなったんですか、結局それで。で、外れちゃったんですか？いや、初めにその BSC でもこれあったんですよ、ポリゴンだけじゃなくて。うん。BSC だと、その盛り上がる前にどうやら、このチタンですね、チタンを誰も欲しがらずに、全然誰も触ってくれなかったんですよ。まあそうですね、チタンに何の価値もなかったら、まあ、始められないですかね、このゲーム。そうです。不発だったみたいで、どうなるかっていうと、はいはい、当然、誰もチタン混ぜ物としても入れてくれないので、誰もチタン持たないので、うん、だからターゲットコラテラルレシオも 100% ぐらいに張り付くので、当然アイオンの値段も1ドルになったままだったんですよ。うん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 、でそのまま誰もいじくらずに、もうほぼほぼ死んだプロジェクトみたいになっちゃったんですよ、BSC 上でこれは。はい。だから、アイアンも1ドルも維持してできて、ハッピーエンドみたいな。プロジェクト失敗してハッピーエンドみたいな感じを迎えたんですよ。うん。で、これ今、じゃあ、翻ってこのポリゴン上はどうだかというと、まあ、他に多分コンテンツがないとかっていう理由もあると思うんですけど、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。盛り上がっているんですよ。思った。なるほど。で、そのおかげで、どんどんチタンの値段が上がって、今、これ、もうほぼほぼゼロドルなんですけども、60ドルぐらいまで上がったんですよね、チタンの値段が。で、そこで、これ、まあ、なんですかね、適当なこと言っておられそうなんですけど、まあ、これ僕の考察なんですけども、とにかく、チタンの値段が上がって、そうすると、アイアンの値段も上がれる、上がるんですよ。
ちょっと上に行くんですよ。なぜかというと、そのチタンの値段が上がると、あのイールドファーミングの、あの美味しさが増すので、でみんなアイアン欲しくて欲し、あの、ね、持ってイールドファーミングやろうってなるので、アイアンの値段もどんどん上がるんですね。アイアンをイールドファーミングしてするとチタンを得られるんですか？そうです、そうです。ああ、そういうことですね。理解しました。うん、なので、アイアンみんな欲しがって、どんどん値段も上がっちゃうんですよ。チタンの、ね、値段も。そうですね。イールドファーミングの、あの、そうそう、農具っていうんですか？そうそうそう。ようにかってことですね。リースも上がって。うん、でそうなると、チタン、アイアンの値段が上がるので、どん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 このターゲットコラテラルレシオっていうのは必要な、あの、担保率、USDC の必要な率なんですけど、それも下がるんですよ、どん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 。うん、でも、チタンって、まあ言っちゃなんですけど、あの、あんまその実数がないあれで、これが値段が上がって、さらにた、あの、担保率も下げたら、もう、聞いただけでちょっとやばそうだってなるじゃないですか。うん。そう、あの、弾け、あの、これ、バブルが弾けて、チタンの値段が一気に、急降直下、あの、なんか、急転直下で落ちちゃったら、コラテラル、その担保率が、その、下がりきったまま、チタンの価値が下がって、担保でしちゃうじゃないですか、うん、一瞬で。はいはいはい、うん、でまさにそれが起きたんですよ。あ、多分これもうチタンでカバーできないんですよね、この、あの残りの 25% 近く分を。もうみんなチタン信じなくなっちゃったってことですよね。そうです、そうです。チタン0ドルに張り付いたままになっちゃったら。え、チタン0ドル?0 ドルって珍しい、珍しいパターンですね。あの、すごい下がることあっても0ってあんまりないんですけど、0になっちゃったんですか？今、あの、0なんですよ。まあ、上がるかもしれないですよ、今後。今だけ見ると、とりあえず0ドルで、ここだけで見たらもう、ああ、いや、もうペグしようがなくて、これ以上上がらないんですよね。入ってた USDC はどうなんですか、そしたら。まあ、これ出せるには出せるんですけど、うんうん、まあ、出したところでよって感じじゃないですか。だから、アービトラージはしようがあるかもしれないです。この 0.、うん、実この 74.7% っていうのが、はいはいはい、あの担保としてあるはずなので、USDC の。うん、だから、その 0.70 なので、0.04 分のアービトラージを狙えるかもしれない。っていうのはありますね。ブリッツさんはもうこれもいじってたのはアイアン使ってイールドファーミングしてたんですか？いや、それを初めにやってて、で僕それに気づいたんですよ。これ、あの、どんどん、あの、担保率、あの、下がっていくけど、チタンが一瞬でこれ、あの、ゴミになっちゃったら、あ、これペグ外れるなって思ってて、だから結構早い時期にアイロンの、あの、イールドファーミングやめたんですよ。あ、結構早い時期、3日前ですね、3日前に。でペック外れちゃったのが昨日とかですか？いや、今朝ですね。あ、今朝あ、そんなホットな話題でしたっけ、これ。そうです、そうです。あ、そうなんですか。そうです。じゃあ、これちなみに何日間くらい持ったんですか、このブームみたいなのは。1週間とか。いや、もっとですよ。あの、1ヶ月以上持ってますよ。やってたんですよ。どうやら。僕は1ヶ月もやってないですけど、1ヶ月前くらいからあるんですよ、これ。なるほど、なるほど。まあ、まあ、誰かがね、仕込んでというか、こう、盛り上げるように仕組んで、盛り上がって、チタンの価格が上がってって、みんな調子乗って、一気にバッて、こう、チタンの価格が下がった時に、ペックも外れてしまって、もう死んだと。いや、まあ、まだ分かんないです。まあ、そこ一時的にね、一時的に。はい、まあ、でもまあ、何かしら戻ってくるかもしれないですけど、昔みたいな、多分もう、あれはないでしょうね。盛り上がりは多分できないでしょうね。とは思いますけど、分かんないけど。なるほどね。なんかちょっとそしたら少し広い話をしましょうか。これなんか自分この話を聞いて思ったのは、はい、もうなんか、まあポリゴン、これはポリゴンのせいでは別にないですけど、ポリゴン上のプロジェクトですよね。で、なんかポリゴンってでも新しめのプロジェクトで、デファイ系っていうか、まあイールドファーミング系の高 API みたいなプロジェクトが、なんか結構大量にポリゴンに移ってるみたいじゃないですか、はいはいはい、今。なんかちょっと新しいもの好きにアピールしようみたいな感じで。はいはいはい。そこだとすごい異常に技術高いみたいな。で、なんかやっぱりそことか見ても少しずつそういうセカンドレイヤー系のプロジェクトに、まあユーザーとかお金が動いてるっていう、まあ全体のトレンドとしてはちょっと、まあ面白いかなっていう、面白いというか、まあ全体の流れとしてはそれはあるなとは思ってるんですよね。うん。ただやっぱりこういうのもまあ多いんだろうなと。なんかその、なんだろうな、どん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 こういうスキームって、イーサリアムとかのデファイとかも、正直に言うと、まあ似たような仕組みのものが多いわけじゃないですか。まだ崩壊してないだけで、みたいな。うん。だからなんか少しずつこういうちょっと荒いデファイ詐欺、これ詐欺と言っていいのかわかんないですけど、荒いデファイスキームみたいな、そういうのが増えてきてるなという印象なんですけど、それはつまり自分にとっては、この、こういうイールドファーミングのブームとかもそろそろ終焉近いのかなとかちょっと思っちゃうところあるんですけど、そこら辺はブリッツさんどうですか？いや、僕はあのこれ終焉しないと思いますよ、これ。おお、終焉しない。はい。
や、なぜかっていうと、これ、結局、その人間の欲があるからこういうのは成り立つんですよね。うんうん、やっぱ人間の欲ってよくとどまるところを知らないので。まあ確かにそうですね。はい。ブレッドさん入ってからなんだかんだ言いながら。そうです、そうです。そうです、そうです。はい。だから、ブレッドさんは、まあ、当面、別にもう、むしろ永遠かもしれないけど、こういうのはまあなくならないし、今はポリゴンでこれ盛り上がってるけど、はい、またちょっと違うプラットフォーム上で似たようなことまたあるだろうし、みたいな、まあそういう感じで見てるってことですね。すね、長谷川さん、ね、デファイとかどれくらい細かく見てるかわからないですけど、なんか、まあ全体の話でもいいんですけど、まあビットコインに絡めても何でもいいですけど、なんか注目してることとか気になったこととかってありますか？いやー、僕はもう DeFi パルスちょくちょく見るくらいで、そんなに注目はしてないんですよね。うんうん、なんで、あんまりこう、面白い情報は提供できないです。なるほど、なるほど。まあでもどうですか、この話聞いて、なんかそのさっきのペック割れの話とか、なんかむちゃくちゃだなって。まあでも、金余ってますよね。なんか、これに、だって DeFi とかって、なんか結構もう去年とかが、2019年あたりから結構その、脆弱性疲れてハックされてるみたいな、聞くじゃないですか。うん、そうですね。でも、それでも、全然盛り上がり続けてるし、これ、タイタンみたい、チタンか、チタンみたいなのも出てるし、なんかやっぱ、すごい金余ってるんだろうな、っていうのは、すごい思いますね。うんうん、余った金でみんなさらに金増やそうと、金、マネーゲームずっと続けてるっていう感じですよね。でも、終わりが仮になるとしたら、やっぱり規制系の話かなとは思いますけどね。規制が結構厳しくなったり、こういうのがそもそも、できなくなったりとか、やってる人逮捕されたりとか、そういうのが起きるんじゃないかってのは結構前から言われてますけど、まあ今のところそういう話ないですね、あんまり。その、なんかその、これは違法だみたいな話あんま聞かないですね、でも、うん。だからもうしばらく続くんじゃないのかっていうのは自分も、まあブリットさん、もうしばらくってブリットさんも、うん、結構ずっと続くんじゃないかくらいの勢いですけど。そう。あ、ですね。まあ今後機会があったら、この、なんだろうな、この、こういう、その、なんですかね、なんかディベートとかできたらいいなと思ってるのが、はいはいはい、まさにそのこういうのの規制をすべきかどうかっていうのを、うん、そのまあこういうののメリットだとかデメリットを上げながらディベートできたら、その聞いてる方々にもすごい関心があるところだと思うので、いや僕はもうガリガリこれですよ、規制すべきでない派でこういうのを言いたいなと思ったわけですよ。ブレッドさんの上目が減ってしまうからと。やめてくれと。まあ、そうなりますかね。なるほど。これいいテーマですね。まあ、規制に関するテーマ、まあ、なんとなく話したこと過去にあるかなと思いますけど、デファイを規制すべきかどうかみたいな話はしたことないと思うので、次回それちょっとメンバーが集まりそうだったらやりましょうか。面白そうなんで。はい、そうですね。まあ、ツイッター見てても皆さんそこら辺で結構いろいろ言いたいことがありそうなので。ちなみに自分はね、個人としては別に規制する必要はないとは、ないっていうのは、別に規制しないと何が起きるかっていうと、チタンみたいなことが永遠に起きるだけで、そうすると永遠になんか得する人もいれば損する人もいるだけなんですけど、別に自分それに参加してないし、別に何でもいいんですけど、まあでもそのうち規制されると思ってますね。はいはいはい、個人の意見はともかくとしてっていう感じで僕は見てます。まあでもそこら辺の話面白いかもしれないんで、ちょっと、議論できればなと思います。そしたら。はい。